師匠の撲滅について。与謝野晶子。一木博士を主務大臣とする内務省が、突如として師匠絶滅の実行に取り掛かったことは最近のキーな現象である。私はこれについていろいろなことを考えてみた。娼婦とは奴隷の一種である。経済上の独立精神と独立能力との麻痺した女が、両親と肉体とを男子に捧げて財物と変えることが娼婦の職業である。こういう不徳な職業の起源を尋ねることは難しい。それは両方として歴史以前の雲の中に隠れている。ただ人類が何がしかの文明を持つ時代に入って後に発生した現象であることだけは、現に最も素朴な男女関係を保存しているらしく見受けられる。ある種のど人間に売淫を職業とする女の絶務なのに考えて仮定せられる。男には強権な体質を持っている限り、そうして国旗的の節制を加えるだけの理性と意志の微弱である限り、一夫との接触に感心しておられないような性欲の過剰がある。また体質の遺憾にかかわらず他の新しい婦人との直接によって享楽しようとする欲望、ある学者のいわゆる性欲上の更新欲が男にある。女の性欲は概して消極的、受動的である。少なくも男のようにやむにやまれないような強烈な自発がない。かようなことは在来の習慣として女の口から述べることをはばかるところであるけれど、私は人間の真実を研究する必要から押し切っていよう。ことに純潔な処女にあっては性欲の肉体的自覚は全く眠っている。異性に誘導されない若い女が性欲に対する好奇心は感じていても、徴兵的例前の男が早くもその肉体的自覚に悩むような性欲の自念自爆を見ることは全くない。病的としての特例はあるであろうが、一般の女についてこの性欲の消極性は真実であると私は思う。大抵の若い女は男に比例するだけの性欲を知らずに母となってしまう。そうして妊娠時や産後屋においてかえって著しく性欲の減退を余儀なくされる。それがためにもまた男は一夫との直接に不足を感じる理由がある。この性欲の不平等が概して男を反低層的たらしめ、女を低層的たらしめる重要な原因となる。男が一人の愛する女を守るには概して肉体上の苦痛が伴う。少なくも理性と意志を持って肉体を制御して性欲を転化するだけの国旗的努力を要する。女が一人の愛する男を守るには、精神的にも肉体的にもそれが自然の経過であるごとく極めて容易である。若い男は性欲によって自動的に堕落する。若い女は直接自らの性欲によって堕落することはない。性欲に対する好奇心からも堕落するには至らない。若い女が性的に堕落するのは男の脅迫もしくは誘惑と、女自身の無力、無知、無財産、依頼心、誘惰性と、女を今日のような弱者の位置に置く社会的事情とがその原因をなすのである。男女問題を論ずる多数の識者が、この男女の性欲の不平等を重要な一つの資料として少量しないのは迂闊の甚だしいものである。娼婦の問題については特に重点をこれにおいて考えるのでなければ批評の性格を期しがたいであろう。娼婦がまだ発生しなかった盲米時代の男は、腕力で多数の女を脅迫して、その強烈な性欲と性欲の更新欲とを満足させていた。それは現に動物界で見るような状態であった。イープタサイも、イープタフも、その様式こそ違え、共に女の性欲的欲求からでなくて、男の性欲的欲求から脅迫的に叱らしめた現象であった。この時代の女は成功の一時においてのみ男の暴力に身を任さねばならなかったが、経済的には確かに一個の人として独立していた。女もまた自己の労働によって自己を生かせていく人間であった。男と対等に生産的職業を持っていた。男から経済的に扶養せられることがなかった。かえって男との間に生まれた子供を男の保護を借らずに養育していくだけの実力を、
女自身の良策によって備えていた。ちょうど現に動物のメスがオスの扶養を求めずに自活しているのと同じ状態であった。おのずから一家の子種は女、母、であった。男は性欲遂行の後に女を見捨てて去り、もしくは女と関係を続けているにしても、一人の女のところにとどまらずに多くの丈夫の家を寄食して回った。次の時代に入ると男は暴力をもって女の経済的独立の位置をも奪っていた。もう概して男、父、が家長であった。女は奴隷として男の性欲遂行に奉仕するばかりでなく、奴隷として男のために工作、豪食、家事、育児等に役立たねばならなかった。女の労働から得る財価は当然男の所有に帰するのであった。そこで両親と肉体等を男に対して売ることを余儀なくせられる二種の女が生じた。第一種は長期の生活の保障を得るために一生を男に託する女、すなわちその当時の妻たり妾たる者がそれである。第二種は短期の生活の保障を得るために一夜を男に託して遊楽の機会となる女、すなわち娼婦の共柄である。この第二種の女には労働を避けて物質的の奢侈を得ようとする遊惰性と虚栄心に富んだ女が多く当たった。その二種の女が後世になって、一は妻及び妾たるその一を倫理的に、仏教、儒教、神道、武士道が妾を是認したごとく、正しいものとして認められ、一は就業婦として倫理的に排斥せられるに至ったのは、男に便利な最小の制度を男が維持する必要からの便利手段であって、男の倫理的観念が妻及び妾に対等の人権を認めるまでに進歩したからではなかった。男はその独占欲から最小の貞操を厳しく監視するにかかわらず、男自身の貞操を尊重しようとはしなかった。最小の貞操は偏無的のものであった。そうして男は最小以外に娼婦との直接によってその性欲の更新欲を満足させるのであった。妻の意義は近代に至って大いに変化している。しかし現代の妻たる婦人の中にも、愛情と権利との平等を夫婦の間に必要としないで、なお昔の第一種の倍因婦型に甘んじているものが少なくない。それらの婦人が自己の衆を忘れて、第二種の倍因婦ばかりを良心の麻痺した堕落婦人であるように侮蔑するのは笑うべきことである。私はそれらの婦人が就業婦を憎むのを見るたびに、彼らは無意識に商売敵を憎んでいるのであるという感を禁じ得ない。私は娼婦の発生した主な原因を以上のように推定する。すなわち男子の性欲の過剰と更新欲とが第一因となり、女の経済的無力が第二因となって発生したのである。しかし昔から現代に至るまでの間にはこの他いろいろの原因が加わっている。その主なものを言えば、娼婦の受容者たる男の側に、経済的事情と、年齢の関係と、その他の事情から来る結婚不能者もしくは結婚未納者が多数にある。ここに言う結婚とは妻を迎えて家庭を作ることである。すなわちある男は妻を養う財力のないために結婚を避けねばならない。白球と薄利の職業に従事している男及び無産無職の男はことごとく結婚不能者である。またある男は年齢が若いのと青年の教育を受けていないのとで社会の習慣が結婚を許さない。この意味で多数の学生や兵士の類は結婚未納者である。また経済事情からも年齢関係その他からも結婚は可能でありながら、男女交際の自由が許されない現代において媒酌結婚の不安を感じて結婚を躊躇している男があり、媒酌結婚に甘んじるにしてもまだその意味の良縁を得ないで模索している男がある。それらの男も結婚未納者である。こういう結婚不能者と結婚未納者はあながち有才の男におけるような性欲の過剰と更新欲とからばかりではなく、男の体質としてある程度以上に抑制することの困難である性欲の自発から娼婦を必要とするのである。また供給者たる女の側にも、
女自身の経済的無力もしくは労働を嫌うユーダ心や物質的虚栄心から以外に、父兄及び病人の経済的不幸や利欲やの犠牲となり、または悪辣な売淫修繕業者と売淫業者との公弁悪計に欺かれて、身を売るというような原因も加わっている。それから娼婦にはさらに交渉と私娼の2種がある。そうして一定の場所に集って売淫するものを収娼と言い、個々に諸所へ散在して売淫するものを散娼というのであるが、交渉にもパリのそれのように散娼と収娼とがあり、私娼にも散娼と収娼とがある。これらの娼婦が倫理的及び衛生的にその女自身を腐敗させるばかりでなく、倫理的及び衛生的に人類を毒するものであることは言うまでもない。この意味において主張せられる廃娼説の正しいことは何人も認めるところである。しかし廃娼説を実行に移そうとすると、娼婦の発生するいろいろの原因からまず絶滅してかからねばならないことに何人も気がつく。そうしてそれらの原因が現在の文明程度において一朝一夕に絶滅し得られるものでないことを実証的に知るときは、何人も甚だ遺憾ながら娼婦の存在をある程度まで看過せねばならないことに一致するのである。そこで廃娼説は一転して損娼説となり、損娼説は交渉を損しておくか、私娼を損しておくかの2つに分かれる。同時に娼婦の発生するような根本原因をできるだけ排除するために社会組織の改善がますます必要になる。社会組織の改善を眼中に置かない損娼説は在来の素朴な廃娼説とともにもはや迂闊の論理たるを免れないように私は思う。私は有才者にして公私の娼婦を買う男の少なくないことを知っている。それらの男の性欲の過剰と公心欲とは、男自身に反省して国旗と節制の習慣を作るとともに、その旺盛な性欲的能力を他の労働もしくは精神的作業に転換するように努力すれば、その奉仕を防ぎ得るものであろうと私は想像する。一夫を守らずに娼婦に戯れることは男の理性の不明、意志の士官として男自ら恥ずべきことであるのみならず、その妻の愛と貞操を凌辱するものであり、子孫の特性と健康等を破壊するものである。男にこのことの反省を促すことは学者、教育者、社会改良家の責任であるが、国家もまた法規を設けてある程度までその責任を分かってよかろうと思う。この意味から私は近く政府が学生の売淫を取り締まろうとする以上に、有才の男の売淫をも厳しく取り締まってほしい。在来は私娼の現行犯を発見した場合に政府はその娼婦を罰して受容者たる男を感化した。もし有才の男の売淫者に限ってその使命を公示するようにしたなら、それらの男子に対する一種の有効な制裁となるであろう。有才の男の売淫を制裁することは、娼婦発生の根本原因の一つを排除することであり、それだけ娼婦の受容者を減じて娼婦の営業の過半を衰退せしめるゆえんである。内務省が肝心と政党との内務省でなくて、現代日本人中の進歩した文明思想を代表しようとする息のある内務省であるなら、これくらいの兵団を行ってほしいものである。前述の方法で有才者の売淫をある程度まで減退させることができれば、あとは概して独身男子が娼婦の受容者となるわけである。それらの独身男子の性欲がある程度以上に自制しがたいものであり、また人生に享楽の自由がある程度まで許さるべきものでありとすれば、主としてそれらの男子が娼婦を要求することはやむを得ない。不徳であるが感化さるべき不徳である。ただし人間が人間の肉体を買うという事実が文明生活の理想に背いた不徳であり、公衆の間に多大の羞恥を感ずべき行為であることをあくまでもそれらの独身男子と娼婦とに自覚させることは、合わせて衛生思想を自覚させるとともに禁用である。このことは国民一般が相いましめねばならぬことはもちろんであるが、政府にもまたある程度までこれに対する用意があってほしい。
ここに至って私は首相の絶滅を図るよりもまず交渉の絶滅を図るべきものであると考える。交渉は文字通りに国家の公認した娼婦である。よしや在来の張り見せとやらを撤廃せしめるにしても、その営業組織があまりに公開的であり、露骨であって、人肉を買う男子と、人肉を売る女子とに大切な人間の羞恥心と道徳的上層とを麻痺させる危険が多い。また国家がそれらの就業を公認し、直接にそれらの売淫営業税を納めて、教育その他の国家事業に使用するに至ることはまた国家道徳の矛盾である。また娼婦の国家的公認は、娼婦の尊貴が人間の弱点と社会組織の不備とから来る。やむを得ない消極的事情によるということを忘れて、かえって積極的に必要な公共機関であるように、多数の無知な男女に誤解させる。この他になお私が交渉に反対する大きな理由がある。聞くところによると、交渉の営業組織は、男子に必要以上の金銭を乱費させるようにできているそうである。そういう在来の合理的習慣は容易に改められるものでない。その点になると師匠は一般に経済的であると言われる。このことは特に独身男子の経済力のために深く考えねばならないことである。交渉制度が教育上に及ぼす害毒や、その営業者が娼婦を束縛し虐待して、人間の自由を蹂躙する悪兵やは今更私が言うまでもない。私は未成年男子の売淫もまた有罪者のそれと同じように厳しく政府が防止すべきであると考える。今の家庭と学校当事者の保護のみに任せておくことは危険である。私は交渉よりも師匠を損しておくことにやむを得ず寛容を与えるものであるが、それにはもちろんいろいろの条件をつけたい。第一、公衆の目に触れないように場末の地を限って手軽な待合営業を黙認し、その営業の不徳を自覚せしめて、できるだけ目立たぬよう隠密にそれを営む心がけを徹底させることが必要である。師匠とてもこれを奨励するのでなく、むしろできるだけ減少せしめようとするのであるから。政府が売淫修繕業者が悪辣な手段を用いて巡業な処女を欺き、その意思に反した売淫を行わしめるような行為を防止し、それを犯す者は厳しく罰することも必要である。今日はどん底まで孤高に窮して売淫する悲惨な女は少ない。大抵は労働を避けて些細な物質的贅沢の中に優雅な日送りをしようとすることが動機であるから。政府は世の社会改良家、教育者、慈善家とともに、それらの無知な女に勧めて何らかの正しい労働に服させるような方法を講じ、できるだけ下層階級の女の堕落を防ぐべきである。娼婦に対する券売制度の実行が交渉には完全に行われ、師匠には不十分であるという理由はなさそうに思われる。師匠がもし監督の上に不便であるなら、すべて釈夫の名義で届け入れる手続きを取らせてもよい。師匠の異議が明示されるようなのはよろしくない。今日では芸妓も裏面では師匠のことを行う者が多いのであるから、券売制度を彼らにも及ぼすのが当然である。私は内務省が先に絶滅させる必要のある、そうして絶滅させることの容易な交渉を損しておいて、絶滅させることの固い、そうして損地する方が交渉よりも害毒の露骨でない師匠を撲滅しようとするのを見て、その無駄な努力を惜しむよりも、さらにその社会的影響の良くないことを思うものである。内務省の真意は交渉を倫理的に公認するのではないのであるが、世の交渉営業者、多数の奉仕な男子及び多数の無知な女子はその意味に解釈しようとするであろう。太陽、1916年6月。